札幌市交通局 A800 系電車は札幌市交通局が1963年に導入した札幌市電の路面電車車両である。1963年にラッシュアワーの輸送力増強用として製造された札幌市電発の連接車 A801、A802 号、A805、A806 号の3編成6車体。車両間の通り抜けができないという 親子電車 M100 系、TC1 系の反省からに車体貫通式となった。形式の A はアーティキュレートの頭文字である。終電装置は奇数番号車のみに搭載していた。当初は片側3扉で全車より乗車試行車から下車する運賃ご払い方式であったが、1964年に A810 系の登場に伴い同形式に合わせた。 運賃収受方法後者より乗車して前者より下車するパッセンジャーフロー方式とするため、運転席右側に乗車ドアを増設した。曲線区間での車体の張り出しを抑えるため、編成両端が大きく絞られているほか、引き違い式の側面窓や、混雑時に一部を収納できる、ロングシートを装備するなどの特徴を持つ。 1972年4月から1974年7月に旧車となった後、1976年6月に全車廃車された。A801、A802 号が札幌市交通資料館に保存されている。他には A803、A804 号が東区内で喫茶店として A、A805、A806 号が新種の津村の運動公園で倉庫として利用されて、 いたが、これらはすでに解体され、現存しない。ありがとうございます。